でです、塾のです。の、え、こ、ー、今回はですね、多分ね、私ぐらいしかこの日本でね、こんなに、白菜っていう仮想通貨の動画を上げてる人はいないと思うんですけども、皆さんもね、試しに、白菜仮想通貨でちょっとね、動画検索してみてください。多分私しかこんなことやってないと思いますけども、でも目の付けどころが、私一人がね、こういう風にね、ピンポイントだよってことの証明になると思います。白菜、 3日に1度もしくは4日に1度10倍とか20倍とか30倍になってはまた元の値段に戻っていくってことをね、呼吸のように繰り返しております。まあすでにね、ものすごく儲かっちゃった人もいるみたいで、私も放送していてよかったなと思います。まあ白菜なんてね、以前までは800位にも入らなかった1000位、ランク1000位にも入らなかったマイナーなコインだったんですけども、まあ私のね、放送のおかげ、まさにおかげでですね、出来高がぐっと上がって、今、 今日の時点でも482位。えっ、ー、と、先日は200位をね、えー、上回ったということで、結構簡単にね、あの、ランクインするんですよね。で、以前、Zinfin Network ってやつもね、もう、どうしようもないところから、えー、100位以内に入れたっていう経緯があって、なんかね、誰もがね、注目してないコインに、私も注目して、これ上がんじゃないのって言ったら大体上がるみたいなことがね、今まであって。なんか、自分なりにね、ちょっと怖いな、この予知能力はと思ってるんですよね。あれこれ乱れに、 あれもいい、これもいいって言ってるわけじゃないですからね。例えば、長年体の一本でやってきて、体のがドーンと上がったでしょ。で、全品ネットワーク。で、シバ犬はもう完全にお遊びですよってことで、1カ月ね、結構ご紹介申し上げましたけども、全然値段が0.0014から、全然変わってないなってところでね、なんだこれやっていう。まあ唯一のね、私の、まあ外してはいないんだけども、まだ期待してもいいんじゃないかな、コいうんですよね。動いてないんですよね。でも今回、白菜は、もう目に見えて当たってるでしょ。 今24時間で見ても0.125になってるわけですからね。これ0.1になったらすさまじいんですよ。0.1ってのはすごいです。あの最高値で0.2ですからね。で、そこから90%以上値段を落としてますから。今日はそういうことも話していこうと思います。で、7日に切り替えると、はい。結構ね、ここ何日かが最高値ってことがわかりますけども、それまではここの値動きで取ってたわけですよ。で、1ヶ月で見てみますと、やっぱ山場が結構来てるでしょ。うん、で、3ヶ月で見てみますと、 こういう感じですよね。ここが一番高かった。0.2円を超えた時が一番高かったんで、その半値まで戻したってことになります。え、それからこの白菜って通貨、まだできてね、1年ぐらいなんでね、1歳ってやってもあんまり形が変わりません。MAX ってやっても多分同じ形でしょうからね。まだ1年ぐらいなんですよ。だから昨年、ビットコインが250万くらいで、もう暗号通貨終わったって言われていた時期に白いってのは、最も、お こうね、黎明期を迎えてスタートして、それから数ヶ月後に白さって爆上がりして、誰も気づかないうちに、買いが集中して売りで利確をした方が、大量に出たってことなんですよね。当然その頃私はリサーチだけしてたんで、まさかね、今こうやって自分が、ここまで深く関わることになるとは思わなかったんですけども、でも、1年間ずっとリサーチしてきて良かったなと思います。あの他の通貨はほとんど見てなかったんですよ。うんあのテスラね、本当に、ここ2ヶ月ぐらいですからね、 見始めたのが。白菜の方が私はリサーチ期間長いですから。さらに細かいです。もしかしたら日本で一番詳しいかもしれないです。まあそこまではね、言わないんですけどね。はい。それでこの白菜なんですけども、どんなあ特徴があるかってことを改めてね、ここで紹介したいと思います。まず、白菜はどこで買えますかって書いてるでしょこの白菜って通貨を取引するのは、主にはこの V3 イーサリアムがいいと思います。こちらね。とりあえずこっち行ってみましょうか。はい。じゃクリックして移っていきます。こちらの方です。 ユニスワップ v 3イーサリアム分散型取引所ですね。こちらの方でやり取りするといいんじゃないかなと。24時間の出来高はこのようになってますし、扱ってるコインは1095。そして通貨ペアは2443ということで、決して多くはありませんけども、あの、こういった取引所がね、乱立してるのが日本以外の現状なんですよ。で、どこを選べばいいのか、はっきりとわかりません、私も。うん、あの、取引所だよって言ってね、 ある程度のコインが集まったらドローンするところもあるんで、ここがいいですよというふうに自信を持って進められるところははっきりとありませんので、ここはもう自己責任で探してください。どうしても紹介しろっていうんだったら、あの、紹介しないでもないですけども、ただリスクについてはね、申し訳ないですけど、私全然あの、責任を負えませんからね。まあ、あの、暗号通貨の世界ってそういうもんなんですよ。で、怖いんだったら日本の金融庁が管轄してるところでやり取りしてください。あの、以前ね、えー、何でしたっけ 暗号通貨580万、ネムがが盗まれたたっっていう事件があったでしょ。コインチェックは盗まれたコインを580億円全部保証しましたからねうんだからそのぐらい私は日本の暗号通貨の取引所っていうのはうまみはないんだけどもリスクが少ないと思ってるんですよですんでまずは暗号通貨に興味持ったら日本の暗号通貨取引所手数料とかなんとか高いし融通利かないですけどねその代わりガチガチに守られてますからだから初心者の方はそこから始めて 取引を徐々に慣れていって、そして少額をリスクの高い海外の得体の知れない取引所に移すといいと思います。で、今回の取引所も得体が知れないところです。ここに取引を開始するってあるでしょここをクリックしますよ。はい、そうすると、こういう風なね、ウォレットにたどり着くわけですよ。これねあの。正しくはここでアプリをね、右下のここでダウンロードしたりとか、もう自己責任でやってもらいたいと思うんですけども、取引の方法は簡単です。このウォレットに、 何かしかのトークン、つまり暗号通貨を、放り込んでですね。あの、日本円で入れることはできませんので、ビットコインとかイーサリアムなどに交換した通貨をここに送金してください。その上で、u ペイってあるでしょでここで、どの通貨をあなたは手放すんですかってことが、あの、選択できるんですよ。主にはここにある通貨を入力することになります。そして、どの通貨にしたいんですかってことで、セレクトコインです。ね。どのコインにしますかってことですね。で、この中に白菜があるんですよ。 これですよね。白菜があるでしょで、白菜を買うときは、ここで買うと。で、さらに、逆です。白菜を売るときは、ここで売ればいいわけでしょそして、ここで、例えば、イーサリアムにしますってなると、イーサリアムになるわけですから、同額のね。で、そのイーサリアムを、日本の取引所に送金して、そこで現金化するっていうふうな、2手も3手もかかるってことになります。で、ここはスワップなんですけども、 当然、送金するときはこれですよね。そして、バ買う、買うときはここです。あれちょっと変わらないですね。ここが、得体の知れないところでございます。なんでこれコマンド聞かないんだろう。うん、まあいいや。<laughs> まあ、スワップとね、センドがありますん、ね、で、ここではまあ、ね、買うことはないでしょうから。あのドルが入ってないから買、えないでしょうね、きっとね。うん、ドル、1円も入ってないですから、ここには、ね。 で、ここに、例えば、100ドルとか入ってたら、100ドルで買える、この白菜が買えますよってことですよね。その他、白菜以外にも買いたいインだったら、こうやって選べるってことになります。で、コネクトウォレットってことで、あの、もうそれぞれ、ね、私たちが持っているウォレットをここに放り込むことによって、移動が簡単になるってことですよね。その他、コマンドありますんで、これはもう自分でやってください。あの、操作方法まで私はね、あの、一人一人に丁寧に、ここは、あの、解説したりとかね、 指導はちょっとできません。というのが、この取引所に私責任持たないからなんですよ。これは冒頭でも言いましたけどね。あの、本当にね、海外の取引所って得体が知れないんですよ。で、最近、あの、日本でも使う方が増えてきた、あの、バイビットってあるでしょ。私、あそこも信用してないんですよ。さらに言うと、あそこ、どうでしたっけもう使わないから忘れますよ。バイナンスか。バイナンスなんて花から信用してないですからね。で、バイナンスはアカウントすら作ったことがありませんから。 ほとんどの方はね、アカウントをバイナンスで作ったと思いますけども、私はあそこは最初から最後まで信用してないんですよ。だからに世界で最大の取引所、バイナンスですら私は信用してないというところから始まっていて、それで日本の取引所を一番信用してるんですよ、ね。うまみは少ないですけど。そのぐらい金融庁がガチガチに守って、その代わりにものすごく細かくチェックしてますからね。で、例外的に体のノーボレットがありますよってことですね。はい、じゃ今回はそんな感じですか。 ここはちょっと消して、で、ここも消して、白菜のデータに戻りますよ。はい。白菜の1匹の、一日の取引高はいくらですかってことも出てますよね。で、取引量ってのは毎日ね、ものすごいパーセンテージで変わっていきます。3割、5割ぐらい入れ替わっていきます。で、白菜の史上最高値は0.2133円で、0.2円ってことがわかるでしょ。これが2ヶ月前のことですからね。すごい可能性あるでしょ。 歴史が短いんだけどもってことで。で、最低金額は0.0007699なんで、ものすごく低いってことです。まあ、つまり、0.2円から90%以上下がってるわけですよ。もうほとんど、あの、値段がつかなくなっちゃったところで私は買いを入れてるわけですよね。で、時価総額ここにありますよね、うんはい。まあこんな感じですかね。あの、読めば読むほどキリがないんですけども、本当にこのね、白菜で一発当てようと思うんだったら、スミーズまで、 読んで熟知することと、そういう活動を、まあ、毎日じゃないですけどもね、定期的にやっていただいて、理解を深めて、変化に敏感になってもらいたいと思います。さらに白菜を安全に日本円にするようなルートがありましたらね、えー、ちょっとこう、リスクはお互いに押し付け合わない形で、ここだったらどうかな、みたいな感じで話し合えればと思ってます。まあ、私も白菜についてね、あの、日本円に変えるルートってのが今まで何回も変わってますんで。 本当になんか危なっかしかったりとか、そのルートが塞がれたりっていうので、マイナー通貨っていうのはね、本当に、あの、儲けるために一手間二手間かけないといけないんでね、ややこしいといえばややこしいです。じゃあ今回はそんなとこですね。とにかく白菜で、ガンガン儲かってると思いますんで、おめでとうございます。それだけ最後に言わせていただいて、今回終了です。お疲れ様です。